こんにちは everyone。 最近今更ながらデッドバイデイライトっていう鬼ごっこゲームにハマり始めたクロスオーバー TV のゆうとです。今日も、オーストラリアシドニーからお届けさせていただきます。本日はもうバスケスキル紹介動画ではなく、とあるアイテムのね紹介動画を作成させていただきましたので、皆さんぜひぜひ見ていってください。なんでお前も手振ってんだよ。お前皆さんに含まれてねえよ。全然企業案件でもないし、全然有名ではないので、企業案件なんてね夢のまた夢です。さて、でそのとあるアイテムというものがこちら、ビクトリーインソールですね。このビクトリーインソール、 Facebook とかね Instagram に広告結構上がってくるんですけど、見たことある人いるんじゃないですかね。で例えばね、その広告内でジャンプ力が上がりますよだとか、瞬発力が上がりますよとかっていう風に歌われてはいるんですけれども、あまりにも広告が出過ぎてて自分怪しいなと思って、どうなんだろうと思って、誰かのレビューがあるまでなかなかね、買うのはやめとこうと思ったんですけど、まあ、ちょっとついついねインソール欲しすぎて買ってしまいました。でそもそも動画を撮るなら、あの新品の綺麗なまま動画撮った方がいいかなと思ったんですけど、自分あまりにもメンタルがキッズすぎて待てなかったんです。動画撮るより先にバスケで使っちゃいました。そして何回も何回ももう使ってます。なのでちょっとインソール自体ちょっとボロボロになりつつあります。あの遠足の前だとかね、あの試合の前日ワクワクしてとかドキドキして寝れないようなタイプのキッズだったんですけど、そのメンタルがね今もまだ引き継がれているので許してください。でまずこのビクトリーインソール、このカーボン素材が裏面に貼り付いていて、でこの黄色い部分が、まあ、ショック吸収素材ですね、プニプニしてはいるんですけれども、でこのビクトリーインソールをつけると、まあ、何が起こるかっていうと 9.3% 瞬発力が上がります。40ヤード約37メートルですね、ダッシュで 0.12 秒タイムが速くなります。でジャンプが 4.06 センチ高くなります。で幅跳びが 10.16 センチ伸びたっていう研究結果が、大学生アスリートを対象にした実験で、出ているようです。でさらに 41% 足首からつま先の怪我、22%、膝下部分の怪我が予防できたという結果もあるようなので、研究結果だけ見るとね、抜群に効果的なあのアイテムなのはわかるかなと思います。でまあこの見た通りカーボン素材がくっついているので、まあこれがね、反発力を生んで瞬発力が上がるよっていうようなところなんですけれども、じゃあつけてプレイしてみた感覚どうなのかっていうようなところなんですけれども、そもそも靴についてるインソール、もう本当にこんな感じで薄いんですよ。で、ビクトリーインソールと比べるとね、もう全然違うと思うんですけど、厚さが違うんですね。で、厚さが違うので、これビクトリーインソールと、まあ、元々ついてるインソールを取り替えなきゃいけないんですけど、取り替えるとあの今までフィットしていた靴がきつくなっちゃうってことが起こるんですよ。例えば今だったら自分アンダーアーマーのホバーハボック3っていうものを履いているんですけど、試し履きした時にフィット感はすごい良かったんですね。でもこのビクトリーインソールをつけて、あのこのホバーハボック3履いてみたら結構足幅痛くなっちゃって、自分基本的にギュンギュンに靴紐を結ぶタイプなんですけど、まあある程度ちょっと緩めに靴紐を結んでます。で使ってる感覚としては、確かにねジャンプやダッシュの時にあの反発力っていうものを感じます。推進力ですねを感じます。で自分まあまあ見た目通り太ってますし、まあいわゆるデブですし、コメントでね、ゆうつさん太ってませんかみたいな感じで結構来るんですけど、太ってます。なんならプロレスラーみたいな体型してます。そもそもね、あの自分自身身体能力高くないので、まあ、あの痩せてた時代でも身体能力高くなかったので、そもそもね、あの 100% 言い切れるわけではないんですけれども、多分ね身体能力高いプレイヤー、例えばジャンプ高く飛べるようだとか足速いよとかっていうようなプレイヤーさんだったらね、このビクトリーインソール結構好きかなと思います。
で他の別売りインソールを昔使ってはいたんですけれども、まあそういった別売りのねインソールとかと比べると、まあブニブニした感覚っていうものは一切ないです。まあね、そういったインソールさんたちブニブニしてるのでショック吸収しそうだな、衝撃吸収しそうだなとかっていうものはあるんですけれども、このビクトリーインソールさんは履いた感じですね、特にそのブニブニした感覚っていうものはなくって、逆にねちょっとこのカーボン素材があるせいなのか履いてる感覚すごく硬く感じます。でもジャンプして飛び終わった着地したよとかっていう時とかにあのショックっていうものはそんなに感じないです。っていうのも、まあ、この黄色い部分ですね、先ほどもお見せしたんですけれども、まあここがショックを吸収してくれてるのかなっていうような感じです。で、まあ購入時には英語でオーダーしなきゃいけなさそうなんですね。自分はまあもちろんね英語でオーダーさせてはいただいたんですけれども、日本語のサイトっていうものがちょっと見つからなかったので英語でオーダーしなきゃいけないと思うんですけど、そこがちょっとね難点なのかなと思います。で、まあとりあえずね試してみる価値すごいあると思うんですよ。オーダーしても30日以内なら返金対象になるので、ぜひぜひ皆さん試してもらいたいです。一応使用時の注意点として、あの説明書が英語でついてくるんですけど、英語読めない方たちのためにちょっと自分が説明させていただきます。簡単にまずその1、バッシュにもともとついてるインソールを、まあ、取り外してからビクトリーインソールを入れるようにしてください。その2、靴紐をちゃんと結んでバッシュが自分の足にフィットするようにしてください。その3、試合など激しい環境で使う前に必ず3回ですね、で各30分くらいの軽い運動をして足に慣れさせてください。特殊なインソールに自分の足を慣れさせるために、試合や激しい練習の1週間以上前から、まあ、軽く使っていくことをお勧めしますよというふうに書いてあります。なのでね、日本で部活をやっている方だとか、まあ、試合に週1で出てるよっていう方ですね、いきなり試合に使うのではなくって、いきなり激しい練習に使うのではなくって、まあ、ちょこちょこ練習中に分けるよとかっていうような形にして、アップ時だけに使うよとかっていうような形にして、まあ、足を慣れさせていった方がいいのかなと思います。さて、いかがでしたでしょうか。ちょっとでもね、自分のねレビューで購入を悩んでる人の助けになればなと思い、まあ、この動画を作成させていただきました。またこれからもコーリーとユートの掛け合いだとか、クロスオーバー TV をねよろしくお願いいたします。それでは See you next time. Bye. おい、違和感ない違和感ない、いける、うん、いけねえわ、クマか